あのー、先週の火曜日のラジオの前に、イよリもへ整体に行ったって話を多分ラジオでもしたと思うんですけど、また今日も行ってきました。なんかあのー、体の状態を整体で直してもらうのに、一番最初は週に1回ぐらい行くといい状態が定着するらしいので、今週もまた体を揉まれてきました。で、なんかすごいのが、首と背骨が、なんかね、すごい音するんですよ。パキパキ,パキ ってなんかあのアニメとかで人を倒す時に首をコキってするじゃないですか。あれをやられて本当に音が鳴るぐらいポキポキポキってすごいなんだろう。これアニメだったら死んでますよって私整体師さんに何回も言ってたんですけどっていうぐらい音が鳴りました。整体の何がいいってまず寝つきが良くなりました。で、プラスして肩こりがなくちょっと軽減されたのであの頭痛がなくなりましてめちゃめちゃもういろんな人に整体を進めてるのとプラスで女の人にめっちゃ聞いてほしいんですけど首 ししました <laughs> なんかね、感動しちゃったんです、それぐらい。本当に、クッククって押してもらうだけなんですけど、それでメリハリが出ました。で、その後のグラビア撮影がめちゃめちゃスタイルが良くて、あ、こりゃいいやって思って、もうグラビアの前は絶対に行こうって思いました。めっちゃ良かった。もう、会う人全員に勧めます。良かったです、本当に、生体。生体行ったことありますか <laughs> いいものを知ったので、これからいっぱい行こうと思います。もうよかったです、本当に、生態。